刀の虎よ、ここで果てよ。頭の中だけで戦を描いておらぬか。お主の策、我が輩には現実的とは思えん。ですが帝府殿、このまま手をこまねいていれば炎術の勢力は拡大する一方です。おお、そうなって俺たちが飲み込まれちまう前に奴を倒して地盤を奪っちまうってんだろ。シエ殿、無謀という言葉をご存知か。孫策には勢いがあります。そして人を引きつけ奮い立たせる力も。それらを利し口頭に孫をありと天下に示すならば今を置いて他にありません。生白い若造が何を申すか。今日はこの辺にしとこう。明日またみんなの意見を聞かせてくれ。おい待て。おい、あれは言い過ぎじゃないか。俺は周遊の話にも理があると思うんだがな。理はある、だがそれ以上に熱情で流行っておる。なまじ才気ある若輩ゆえにな。ならばそれは今しめねばならん。なるほど。しばらくは我が輩らが戦の何たるかを示さねばなるまいな。こんなところで立ち止まるはずじゃなかったのによ。孫策、弱気など君には似合わないぞ。兄上。兄様。この先の孫悟はお前に任せたぜ。兄上、そんな私では。俺や親父を気にすることはねえ。お前はお前らしく信じた道を進め。じゃあな、孫悟の未来楽しみにしてるぜ。孫策、兄上。兄様。兄上。兄上。兄様。何？己諸葛亮、卑劣な策を露し決心を奪うとは。落ち着け周遊、竹手は傷に触る。我が身の傷など孫悟が失った気に比べれば
何ほどのこともありません。シュン、いいのだ。今お前自身の身を糸へ。殿、申し訳ありません。よろしく、すまない。道半ばにして、すべてを君に託さねばならない。ああ、天意、あと一手、尊王の天下のため、あと一手打たせてくれ。シュウユ殿、シュウユよ。何のつもりだ。そうそう、殿、やつは我々を生かし利する腹でしょう。利する？何にだ。おそらくは慶州関羽、そこで孫悟と葬儀の利は重なります。ほう、呉にも妻子がおるようだな。まさしくその通り。わしと組み慶州に関羽を打つ。それを訳せば、ここは見逃してやろう。三分された天下を描き直すというのか。そうよ、関羽を討つまで我ら靴輪を並べようぞ。女性将軍、万事整いました。うん、よし、これで間に合ったな。女性、いや、俺はたまげたぞ。また随分と大きなものをこしらえたもんだな。敵の目を引き欺く。大きいことに意味があります。誰も乗っていない船まで浮かべてか。空船で十分、近づかれなければいい。義弟宗妃は大軍で南進し、我らを押し流そうとしている。だが、呉の地を飲み込まれてなるものか。奴らが激流だろうと、抗い、押し返すのだ。しかし、よくできてる。俺には、ちゃんとした城に見えるぞ。本当ですよね。これで中身が空っぽなんて、誰も思わなそうです。いや、これは偽物ではない。自分の、いや、我らの覚悟と意地がこの城には詰まっているのだ。殿、申し訳ありません。あと一歩、あとほんの一歩だったのです。ですが、届きませんでした。この戦いに勝てば、孫悟の天下が見えたはずなのですが。リクソン、お前にとって孫悟とは何だ。それは、私が生きる国そのものです。ならば、お前にとって天下とは。それは、私たちは流行りすぎていたのかもしれんな。華北、中原、青龍、覇色、天下のうちとされる地は広いが、
その多くについて私たちは語る言葉を持たぬ。だが高等のことは全て知っている。我らの国孫悟のことは合皮を奪えれば国は大きくなったろう。だが私はそれよりもこの戦によって孫悟の危機が薄らいだことをよしとしたい。殿、御帝、この帝とは我ながらよく称したものだ。帰ろう、我らの国へ。孫作、この勝利、君のいる空まで届いただろうか。新たな時代の風は吹いた。願わくは孫悟の未来に幸多からんことを。殿、時間です。うん。では勇士による崖飛び込み競技を始める。ではまず自分から序文鏡行くぞ。さすが女性ども、獲物を狙う水鳥のごとくよ。次、天照炎。赤き断崖を転がる岩尾とならん。何を隠そう、一番練習したのは俺だ。優勝は決まりだな。手技法の美技見ていてくれよ。皆それぞれに度胸も能力もあるようです。新しい水軍の指揮を任せる将として不足はないかと。いささか決め手に欠けるな。そうだ、リクソン、お前もどうだ。ね、私は別に。何を今さら言って。前が優勝だなんて。私も驚いています。無我夢中だったのですが。とっさの判断力と反射神経、やはりリクソン殿はただものではない。まさに軽やかに空を舞うツバメのごとくであった。ありがとうございます。できれば私が溺れたということは。どうぞご内密に。劉備様、おめでとうございます。諸侯殿。玄徳様、疲れてはいないか。長旅の後すぐに婚礼で忙しかっただろう。ううん、平気よ。みんなに歓迎してもらえてとっても嬉しかったし。そうか。だが
そなたの故郷は遠い。将校殿には寂しい思いをさせてしまうな。玄徳様、大丈夫。今も見ていたの。ほら、月。ここで見る月も、ふるさとで見た月も同じ。孫悟のみんなとも同じ空の下にいるんだなって。玄徳様もそう。たとえこの先離れ離れになっても、見上げれば思いは伝わる気がするから。うん、これから一緒に頑張っていきましょう。ああ、逃げるんじゃねえ。その匂いを起こせ。さもねえと。おめえら誰の許可でやってんだ。ああ、おめえこそなんだ。一人で英雄気取りか。おい、てめえらやっちまえ。そうこなくちゃな、行くぜ。鈴の音、まさか噛んで。孫悟一の猛将と名高い、あの…おうよ、鈴の観念って言や俺だ。だけど、今は引退して、好き勝手やって…おお、観念殿、どうか我らを仲間にお加えください。我ら戦乱で田畑を失い、こうして毒に身を落とす雨に…なんで暴れられると思ったのによ。しゃあね、まずは獲物の選び方から教えてやるぜ。お願いします。まったくひどいありさまですな。復旧作業をしろと言われても、どこから手をつけたらいいか。暮らしに必要なのは水。まずは井戸の修復からでも始めてみるか。なんだこれは。殿、よろしいか。ああ、これは歴代の天使に代々受け継がれる帝剣の象徴、伝国の玉璽。帝府でも冗談を言うことがあるのだな。我が輩が信じられぬか。いや、お前が言うならそうなんだ。しかし、なぜ今俺のもとに。殿が天下を狙うための正当性を得られた。そう解釈したくもなるものだが。そうですとも、殿。さっきの戦で殿は最高に目立ってましたからな。俺は官室の中心を自負していたのだが、これをどう扱うか。俺は天に問われているのかもしれんな。これの扱いは後でじっくり考えるとしよう。今は民の安寧を取り戻すのが先だ。みな、よいな。
まくいったぜ。よくやった。さあ太子氏殿、あなたの突破力にお頼みします。よし、一挙やるか。この心躍る様、孫作殿との一騎打ち以来よ。この太子市議の全てをかけ、いざ勝負。リョモ、大丈夫か。ああ、これはお見苦しいところ。勝利を祝う酒が過ぎたか、はたまた日頃の不摂生がたたったか。ですがご心配は無用です。繁盛の戦後処理と若手の育成、そして自身の治癒の研鑽と、倒れている暇もありませんから。そうか、くれぐれも無理はするなよ。お前に何かあっては今の孫悟は立ち行かぬ。それについてもご心配は無用です。あなたの教えてくださった治癒の研鑽は、俺のような凡人も成長させてくれました。かつて俺が周遊殿、ロシク殿の役割を継いだように、いずれやはりお前はいずれ陸尊、自然のような才もあり、努力も怠らぬ俊英が孫悟になっていくでしょう。それ以上言葉を重ねなくともよい。お前の思い十分すぎるほど伝わった。我が思い確かにお伝えしましたぞ。さあ参りましょう。無駄な時間は一時もないのです。傷を見せられた口だが、確かに殿に付き合う必要はないな。もう周隊の実力を知らぬ者などおらんのだが。周隊、どこだ。
しかし中隊は話せるようだ。はじめそれに気づかなかった自分が恥ずかしい。行くぞ。離れた場所で飲み直す。そんなにあいつが怖いのかい？まともに勝負できないってなら俺が相手してやってもいいんだぜ。やだやだ。あんた突っ走って孤立なんていい身分じゃないか。こういう時はおめえの出番だろうよ。さっきだって妙なのを追っ払ってただろ。あ、見てたのかよ。ありがとう。高くつくぜ。この勢いが続けば巨匠攻略も夢ではないな。近頃君を清楚の覇王光雨になぞらえて小覇王と褒めそやす声があるらしい。ふん、俺は気に食わねえぜ。なぜそう思う？覇王じゃねえところだ。いちいち小覇王って区別するところがまだまだだって言われてるみたいでよ。そうか、君はそういう男だ。せい、忘れるなよ。俺は本物の覇王になる。みんな、孫悟の天下は夢じゃねえ。俺たちで新しい時代の風を吹かせるんだ。私はいつまでも甘えてばかりで。え？大丈夫だ。父上や兄上の背中を追うのはこれまでだ。私は私の道を歩いていく。皆と共に。周遊様と一緒にいる時間が
すっごくすっごく大切だから。ありがとう、小京。よう、大京。孫作様。わざわざ呼び出して悪かったな。お前の顔見たくなっちまって。いくら巨匠攻略でお忙しいからといっても無理はダメですよ。なんとなく顔色も優れませんし。じゃあちょっと一休みだぜ。孫作様。あの飛んでる鳥、なんだかわからねえが俺たちみたいだな。記憶の鳥ですか。雌雄の翼を合わせて一体となって飛ぶ、そんな伝説の鳥ですよね。ん？いや、まあそんな感じだ。もう孫作様ったら。大京、新しい時代の風だ。俺たち二人でどこまでも飛んでいこうぜ。はい、孫作様。愛しき風景ってやつを守るためにな。仲間を、故郷を奪わせてなるものか。俺の命に代えても孫悟を守り抜く。口説き死ね。孫悟は美しいところだろう。私は父や兄から受け継いだ孫悟を守りたい。力を貸してくれるか。孫悟は皆の思いを乗せて乱世という大河を渡る大きな船、決して誰にも沈めさせぬ帝将円、この手で愛しき孫悟を守り抜かん。孫権様、食事の準備ができました。うん、いい香りだ。共に戦い、叱咤激励し、うまい料理を作り、お前はいつも私を支えてくれる。お前がいたから私はここまで来ることができた。レイシ、これからもそばにいてくれ。もちろんです、孫権様。私はずっとあなたのそばに。こんな時でも励んでいらっしゃいますな。これか
思議なものでな、自宅で読むより戦地から戦地に移動する時の方が身になるのだ。そういうお前もその手に持っているものは何だ。もちろん尊敬するロシク殿に習ったまでです。俺は油断するとすぐに腕力で解決したくなります。アモーに逆戻りしないためと言ったら笑われますか。大いに結構。それでこそ孫悟の治癒をつないでいくものよ。俺があなたを手本としてきたように、この背を見て歩む若い力を育てたいと思っています。お前が努力を怠らぬ限り必ず現れるだろう。このまま堂々道を進むのだ。さてロシク殿、建前はこの辺で。いいだろう。未来の話を魚に一貫といくか。こたびの戦における最大の功労者、韓義公だ。の俺目立ってたな。ええ、関上皇にして勝負将軍、そして官軍大将、都督の称号までお持ちなのが関東殿です。名実ともに孫悟を代表する名将を称えることができ、私たちも士気が上がりました。そうかそういえば医療の時はお前の抜擢に文句を言ってすまなかった。思えばそうだ、俺が活躍できたのはイクソンがいろいろやってくれたからだよな。いえ、私はお手伝いしただけです。関東殿のお力がこの結果を導いたことに変わりありませんよ。さあ行きましょうか。次の戦場が私たちを待っています。そうだな、ありがとうなイクソン。よし、どうも歓喜校の顔とな、歴史に刻み込むぞ。修繕だ。本件殿、驚かさないでくださいよ。すまない、学友たるお前とゆっくり杯を交わしたいと思ってな。それでこんなところまで来たんですか。特別扱いって言われないように避けてたのに、孫権殿が来てしまったら意味ないじゃないですか。今さら何を言う。確かにお前の士官は私が世話した。だが今ここに燃え盛る炎のようにも孫悟の未来を照らすようになったのはなぜだ。全てお前の実力ではないか。そう思いますか。そうだと思う。ありがとうございます。毎度毎度火をつけてばかり、自分でも嫌になるくらい全部それで解決してきました。でも孫権殿がそれも実力のうちって言うなら問題ないですね。うん、これからもじゃんじゃん燃やしまくりますよ。それは頼もしいな。はい。
脇役は俺の使命。これからも期待していてください。主のような名手には二度と出会えんかもしれん。だが多くの珍品が集まっておるぞ。これこそがお主の目指した新しき時代。なんと希望に満ち眩しく輝いていることか。今しばらく若輩どもの生き様を見届けるのも悪くない。そうだろう、周遊よ。ん？愛しき風景は守られた。こたびの女性殿の活躍、今ここに昇る朝日のごとくよ。孫悟の希望とともに眩しく輝いている。お、女性殿いかがなされ。お目だ、こらえきれねえ。我が言葉を幾千と重ねようと、主の涙一滴にすら及ばぬ。序文卿、一世一代の偉人、同志決したぞ。